内田雄馬ハートヒートホップ。皆さんこんばんは、内田雄馬です。内田雄馬ハートヒートホップ117回目でございます。というわけで、まあツアー5月14日から始まってだいたい2ヶ月弱ってとこなんですけども、あっという間ですね。1ヶ月半って本当にね、3日ぐらいな感覚ですわ。でもですね、このライブツアーで全部まず出し切ってですね、また次につなげて、絶対行きたいなと思うのでよろしくお願いします。さあ、というわけでそろそろ始めていきましょう。今夜も30分ハートヒートホップ。内田雄馬ハートヒートホップ。この番組はキングレコードの提供でお送りします。内田雄馬ハートヒートホップ。改めまして、内田雄馬です。まずはアーティスト関係のお知らせなんですが、内田雄馬サードアルバム Y 2023年11月29日水曜日発売決定しました。やった、ありがとうございます。いい肉の日に、はい、3枚目のアルバムが出ます。完全限定生産の、フィフスアニバーサリーボックスはワンピースボックス仕様となっておりまして、こちらには80ページの写真集、シングルポスター、ミニチュアカード ×12 種、ジャケ写ミニステッカー、リリックカード ×10 種が封入されております。そして CD-BD 版には初回製造分のみスリーブケース仕様となっておりまして、ミニ写真集がつきます。あとは通常版となります。さあ、というわけでリスナーさんからのお便りもご紹介してまいりますよ。はるきゃんさんからいただきました。ゆむくんスタッフさん、こんばんは。6月18日の広島公演に広島在住の友人と共に参加しました。友人は次回のツアーがあるならまた絶対一緒に行くわと、内田雄馬化に成功しましたことをここにお伝えします。ありがとうございます。撮影コーナーでは友人と私で少し違うアングルや引きとアップのように撮影をしました。お友達と参加する方におすすめです。素敵なコーナーをありがとうございました。今回は土曜日に広島入りし、広島グルメのウニホーレンやコウネ、揚げもみじなどを堪能できました。宮島にも初めて行くことができ大満足でした。ゆうまくんも広島グルメは満喫されたようですが、また広島に来る際は宮島などを観光したいところはありますか？広島のお話楽しみにしていますと、いただいてます。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。新しい内田雄馬が生まれたということを、ここでみんなで喜びましょう。セイフーはノリトみたいになってくるね。ふー本当にですね、あの広島はめちゃくちゃ楽しかったですけどね。広島グルメはですね、本当にあの地図さんね、行かせていただいて、もう山ほど食べさせていただいてですね、最高に美味しかったんですけど、また必ず行きたいなと思うねお店さんだったんですけど、何ね、食べたものはね、まずその小うねでしょ、でウニほうれんで、あとはね、お好み焼き、めちゃくちゃ美味しかったですね。卵と麺が入って、であと焼きそば、やばい美味しかった。だからそれが一番最後に出てきたのに、もうみんな美味しくてそれもペロってちゃうんでもね、えツアーで太ってない、やめろってやめろってやめろって気づくなって、毎週食べてる、毎週食べてくすごい。でもさ、毎週さ、実はあのツアーの合間にね、あの運動してるっていうかさ、合間っていうか始まる前に、まあ、リハやるんですよ、まあ、こうでもやっぱ歌うと喉消耗しちゃうから、もう何曲かあのピックアップしてこう確認してでリハやって、まあ、その後メイクとかするんですけど、メイクの前に必ずトレーニングしてるんですよ。で、前回からあのミット打ちっていうのを始めて、あとボクシングのあれを、だからあの10分ぐらいミット打ってからやってるから汗たくなってるわけ。だ汗たくかいて食べて公演してるから、総数痩せてるはず結果痩せてるはず、食べてるけど鬼ほど食べてるけど、運動も結構鬼してるはずと信じてるけど、どうでしょうか。まあ、みんな目を見てくれないでおなじみの
まあ頑張りましょう、残りファイナルでございますから、続きましてはこちら、はるかさんからいただきました。ゆめくんこんばんは、先日広島公演に参加させていただきました。私は人生初の最前列のセンター席というものを大好きなゆめくんのライブで経験することができました。おーすごい、ありがとうございます。登場された時はあまりの近さに動揺が止まらなかったのですが、曲数を重ねるごとに楽しさが勝っていき、途中からはゆめくんのパフォーマンスを目に焼き付けるようにガン見しながらペンライトを振っていました。他県から来ていたのですが、バタバタしており広島観光をする時間がなかったので、広島の名物を元気いっぱいに食べるゆうまくんのおかげでお腹も心も満たされました。素敵な時間をありがとうございました。おそらく人生で一番幸せな2時間半でした。いただいております。ありがとうございます。広島のね、来ていただいてね、ありがとうございます。はい、広島のね、会場のね、感じもすごくね、すごく素敵な会場さんでした。の距離感もね、皆さんとね、こう一緒に共有してる感覚のあるね、すごいいい会場さんでございましたね。嬉しいですね。ぜひですね、はるかさん、広島観光をね、にね、広島にぜひ行っていただいて、たくさんまたね、広島を楽しんでいただけると嬉しいです。ありがとうございます。続きましてはこちら、レモン丸さんからいただきました。ゆうくんスタッフの皆さんこんばんは。先日のライブツアー広島公演お疲れ様でした。私は母と妹と九州の佐賀県から参戦しました。ゆうまくんのライブに参加するのは私自身も初めてでしたが、想像の何十倍も楽しくて夢みたいな時間を過ごさせてもらいました。生ゆうまくんは歌うますぎてびっくりしました。そして毎回恒例の馬ウェーブ、に参加できて光栄でした。そしてなんとこの公演で無事妹を内田ゆめにすることができました。母しぶといですでもすごく楽しそうに隣でペンライトを振ってくれていたので楽しかったです。素敵な時間をありがとうございました。ずっとずっとライブの日を楽しみに毎日を過ごしてきたので、終わってしまった今なんだか少し寂しい気持ちでいっぱいです。次はぜひ福岡に来てください。これからも応援していますといただいてます。ありがとうございます。お母さん、なかなか内田ゆまか半分ぐらいなってるんじゃないですか。お母さん内田まで来てるまだ内田母だからちょっともうちょっとね、あともう一回ぐらい多分ね、お母さん連れてきていただければね、内田優馬になるんじゃないかななんていうふうに思っております。福岡のね、来てくださいということですけど、福岡行きたいよね。九州行きたいんですよ。九州だってもう美味しいもの目白押しですからね。食べ物目当てかって言って話なんですけど、温泉とかね、別府みたいなね、最高ですね。温泉目当てかって話なんですけど違います。やっぱ九州は、まあ、と九州と北海道をね、今回はあと四国か、本州は結構今回回らせてもらったので、次はそのね、四国とか北海道九州とかね、行きたいなと思います。沖縄もそうですけどね、そっちの方まで足伸ばしたいなと思いますけども、そのためには頑張りたいと思います。ありがとうございます。次はこちら、若さんからいただきました。ゆうまくんスタッフの皆さんこんばんは。先日はキーピンステップイズ広島公演お疲れ様でした。最近内田ゆうまかしたばかりの友人と参加させていただきました。ありがとうございます。ゆうまくんの優しく包み込んでくれるような歌声と内田ゆうまたちの歓声に一体感を感じられる本当に最高なライブでした。そして噂には聞いていた馬ウェーブ、調教師ゆうまくんのもと内田ゆうまたちが見事に頑張る馬化していましたね。友人はこの奇妙な光景に困惑しておりましたが、ライブ終了後にはすごく楽しかった、またライブに参加したい、内田ゆうまのみんな馬の鳴き声うますぎないと言っていましたライブ外でもお姉様の内田ゆうまに話しかけてもらい、意気投合したりと、ゆうまくんのおかげでとても素敵な出会いや思い出を作ることができました。本当にありがとうございます。長々と失礼しました。いえ、ありがとうございます。嬉しいですね。友人のね、方もね、やっぱね、ちょっと困惑したでしょ。でももう大丈夫、内田ゆうまになってますよ友人もだからもう違和感なく泣けます頑張る馬にとして泣けます。いやー、ぜひでもね、こうやっていろんなね、ライブに来てくださった内田ゆうま同士がね、こう交流を取ってくれるっていうのめちゃくちゃ嬉しいね。何よりもね、やっぱそうやってね、こう友達の輪とか、こう同じものをこうね、聞いてる、共有できる仲間みたいなのが増えてくっていうのめちゃくちゃ嬉しいんでね、ぜひぜひまたね、次のライブも遊びにぜひ来ていただけるように、はい、そしてまた交流していただけるように
頑張りたいと思います。ありがとうございます。続きましてはこちら、マーコさんからいただきました。ゆうまくんスタッフ名さんこんばんは。いつも楽しく拝聴しています。本日ライブツアー広島公演に参加し嬉しいことがあったので初めてメールします。なんと初めて内田ゆうまの友達ができたんです。ラジオで他の内田ゆうまの皆さんの出会いに羨ましいなと思っていたのですが、まさか私も当事者になるとは。駅で行き方が分からずうろたえていたら声をかけてもらいました。そのまま一緒に会場まで行き、開演前までゆうまくんの話で盛り上がってライブ前からとても楽しかったです。連絡先も交換して今度ライブがあったら一緒に参加しようと話しました。素敵な縁をつなげてくれたゆうまくんに感謝です。もちろんライブもとっても最高でした。涙してしまったりお腹の底から笑ったり、あの空間にいられたことが幸せです。最近心が沈むことが多かったのですが頑張ろうと元気をもらいました。いつも救われています。ありがとうございます、といただいてます。ありがとうございます。お友達ができたのもうめちゃくちゃ嬉しいですね。やっぱね、いろんなこうね、こう多分笑って帰っていただいたりとか、そうやってねお友達とねこう楽しんでもらえたりとかするとね、本当にライブやってよかったなと本当にそういう風に思います。まあ、やっぱ楽しいこと、いろんな感情をねみんなで共有できるというのがねライブのね素晴らしいところだと思いますので、めちゃくちゃ嬉しいです。ぜひまたライブ遊びに来てください。ありがとう。続きましてこちら、高身長の晴れ女さんからいただきました。ゆうまさん、スタッフの皆さんこんばんは。いつも楽しく会場しております。ゆうまさん、先日のダメじゃないラジオ、代打パーソナリティお疲れ様でした。私はダメラジオをきっかけに内田ゆうまになったので今回のご出演も本当に嬉しかったです。相馬さんとのトークはお友達同士の会話を覗き見しているような感覚で聞くくらい、自然な感じでたくさん笑わせていただきました。お二人が話されていた通り作品の共演はたくさん拝見しておりますが、こういった二人での対談っぽいものはあまりイメージがなかったので、お二人のサブ番組良きじゃないラジオいつか待っています。ライブツアー中お忙しいと思いますがお体に気をつけてお過ごしください。素敵な時間をありがとうございました、といただいてます。ありがとうございます。さらに、ロカさんからいただいております。ゆうまくん、スタッフの皆さんこんばんは。いつも楽しく拝聴しております。先日のダメラジ拝聴しました。代打パーソナリティお疲れ様でした。ダメラジへの登場はダメテクイベント以来でしたね。楽しすぎてあっという間でしたが、声優アーティストだからこそ分かり合えるお二人の活動に向けた考え方や思いなど知ることができて嬉しかったです。わかるという気持ちが吐息からも伝わってくるようで、お二人がうなずき合っている姿が目に浮かびました。ゆうまくんのライブを自身のライブの参考にしたという相馬くんのお話もなんだか自分のことのように嬉しくなりました。本当に何時間でも聞いていたいくらい楽しく、改めて実感するお二人の仲の良さに癒されました。次はぜひカイトくんも一緒に3人でお話しするダメラジが聞けること、そして焼き打ちにもゲストとしてお二人が来てくださることを楽しみに待っております、といただいております。ありがとうございます。はい、ダメラジ行かせていただいてきました。相馬くんとね今回は2人でねお話しさせてもらいただいたんですけど、なかなかね相馬くんとね表で喋ることないんですよね。だイベントとかはあるけど、そうラジオとかではほぼほぼない、ほぼほぼないかも。だから結構レアなね瞬間だったんじゃないかななんてね、そんな風にね思います。まあ、改めてなんかこうラジオで2人で喋るってなると、なんかいつも現場で普通に喋ってるからさ、なんか逆に緊張しちゃうよね、なんかね。俺結構あるあるなんだけどさ、ラジオ緊張しいだからさ、なんかラジオですってなるとこう急に、あ、何喋ろうかなみたいな、なんかこういつも通り喋ればいいのに、あ、どうも内田ですみたいなこう感じになっちゃうっていうね、緊張感がねありましたけど、でもねやっぱの相馬くんね、すぐにねいつも通りな感じでねお話できました。すごい楽しかったです。7月からは謙信とね会う氏としてね2人で話す機会が確かに演じてる中でね、謙信と会う氏のラジオ謙信と会う氏のラジオやばいね、むちゃくちゃよ。なんかすごいそれはやばい。俺と相馬くんじゃなくてね、謙信と青志が喋るのね、どんな会話なんやろうな。ちょっと気になっちゃいますけどね。いやいやいや本当にですね、でも楽しかったです。ぜひまたですね、遊びに行けることをね、祈りながらねちょっと頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。さあたくさんのお便りありがとうございました。引き継ぎリスナーの皆様のメッセージお待ちしております。宛先はyuma@joqr.net です。それではここで一曲、内田ゆうまで風でありたい。
内田雄馬ハートヒートアップ。リコメンドミュージックトゥユーマ。リスナーの皆さんから内田雄馬におすすめしたい曲、リコメンドしたい音楽を教えていただくコーナーです。ちなみに今回は雨にまつわる曲というテーマで皆さんに選曲してきてもらいました。まあ、暑い時期ですから雨にぴったりの曲、教えてくださいませ。さあそれでは早速紹介してまいりましょう。ラジオネームみこさんからいただきました。ゆうまくんスタッフの皆さんこんばんは。私がおすすめしたい雨にまつわる曲はストーンズの雨です。こちらの曲は今月リリースされたばかりの楽曲で、今の時期にぴったりな激しくも切ないロックバラードとなっています。 A メロはメンバー6人の歌声とピアノの音のみで、展開され、まさに雨の中で佇み歌っている情景が目に浮かび、サビでは6人の歌声が合わさり、一気にロックな雰囲気に変わるギャップが魅力です。バックサウンドが少ないながらも聞き応えがあり、グループ名の由来の一つである6つの音色を6とトーンを体現するような曲で、ロックもバラードも好きなら刺さるのではないかと自信を持っておすすめできる一曲です。またデビュー曲であるイミテーションレイン、今回の雨と雨にまつわる曲がすでに 2曲あるため、彼らの持つ雨の世界観をそれぞれで堪能していただくことも可能です。雨ぜひ聴いてみてくださいといただいております。ありがとうございます。雨、まさしくなタイトルですけども、これの表すものとは、いやめちゃくちゃ気になっちゃいますね。ありがとうございます。プリシラさんからいただきました。ゆうまさんこんばんは。6月生まれで雨も好きな私からこの歌をレコメンドさせていただきます。森高千里さんの雨です。私が小学校の時、学校の帰りの放送で濡れていて、子供ながらいい曲だなと思っていました。サビの雨は冷たいけど濡れていたいの、思い出も涙も流すからが好きです。大人になってからは落ち込んだ時に聞いて、明日は頑張ろうと思える素敵な歌ですと。はい、こちらは森高千里さんの雨というで、なんか雨の持つこうなんかものっていろいろあるからね、なんかすごい気になりますね。ありがとうございます。そして続きまして、タソメソさんからいただきました。ゆうまくんスタッフの皆様こんばんは。私がおすすめの雨にまつわる曲は斉藤相馬さんのペトリコールズ。知ってんな。あ、知ってるやつ、知ってるやつの曲だなこれ。雨音から始まる楽曲ですが、暗い悲しい気持ちになる曲ではなく、無理やりテンションを上げる曲でもなく、絶妙な気分と世界観に連れて行ってもらえる楽曲です。タイトルのペトリコールは、雨が降った時の地面から上がってきた匂いを指す言葉で、曲を聴いていると普段の何気ない匂いや音にも耳を傾けようという気持ちになるので、雨の日のお散歩におすすめです。雨は嫌いな人が多いと思うのですが、好きな雨ソングがあると少し気持ちが変わるので、誰かの雨の日の癒しになれば嬉しいです。よかったら聴いてみてくださいといただきました。ありがとうございます。すごいですね。まさしく雨を象徴する3曲が、揃いました。うわー、すごい、なんかめちゃくちゃ気になっちゃうな。なんかどれも気になるんですけど、まあ、今回はちょっとなんかこれでいきますかね。それじゃあ友達の
斉藤聡馬が歌います、ペトリコール。あー、友達の曲ダメラジからの友達の曲っていやでもですね、いやなんかやっぱり聡馬くんらしい、こうね、あのこう雨の中でこう切なさだけじゃなくて、なんかどこかね、こうちょっと雨の自身をちょっと楽しむような、こうね、そうそう、そういうなんかこう雨をなんか受け入れる感じというかね、いろんなこう面を見ているところが、これなんか聡馬くんっぽいなと、なんかそんなことをね感じます。ありがとうございます、素敵ですね。さあそしてですね、来月は7月でございますので七夕もございますということで、こちらがテーマです。星がテーマの曲でメール送ってください。以上、リコメンドミュージックトゥユーマのコーナーでした。内田ユーマハートヒートハップ。お送りしてきました、内テーマハートヒートホップ。今夜もそろそろ日受けそう時間になってしまいました。番組ではリスナーのあなたからのお便りお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送内テーマハートヒートホップまで。メールの場合はすべて小文字で yuma@joqr.net、 yuma@joqr.net、 yuma の通りは yuma です。メールを読まれた方の中から毎週1名様にはハートヒートホップのステッカーをお送りしますので、必ず住所、氏名、郵便番号も明記の上お便りを送ってください。この番組は文化放送地上波で毎週土曜日24時30分から音声でお届けし、超 A&G プラスでは毎週日曜日23時から動画で一部コーナーを変えてお届けしているので、どちらもお楽しみください。また放送後の月曜18時に内田ユーマオフィシャル YouTube に番組の音声アーカイブをアップしますので、ぜひチェックしてください。さらにこの番組、番組公式 Twitter もございます。放送終了後に僕の写真がアップされますので、こちらもフォローお願いします。最後に内田ユーマからのお知らせです。現在アーティストデビュー5周年記念特設サイトがオープン。内田ユーマからのメッセージや過去の楽曲を視聴できるミュージックインデックス、歴代のジャケット写真がずらりと並んでいるディスコグラフィーなど、さまざまなコーナーがございます。また内田ユーマ6ヶ月連続デジタルリリースが決定。第1弾はワンラブワン、楽曲 MV も配信中です。そして7月から出演する作品情報です。強くて乳酸がカエル役、ルローニケンシン明治剣客ロマンタン篠森青史役、呪術廻戦伏黒めぐみ役、死神坊ちゃんと黒メイドウォルター役、ミックス立花総一郎役、ヴァンガードウィルドレスシーズン3エバタトウヤ役、ちいかわラッコ役などなどで出演しております。皆様チェックの方よろしくお願いいたします。そして本日のステッカー当選者はバン、レモン丸さんです。ありがとうございます。さあというわけで、ステッカーを送るのでお母さんは内田ユーマか内田ユーマかしちゃうってことね。確かにしぶといお母さんにね、確かに素晴らしいお母様をね、そっからお母様の輪がね、今度内田ユーマ化していくっていう、いいですね。全人類が近づいてまいりました。それでは今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は内田ユーマでした。次回もハライロハ、内田ユーマハートヒートハップ。この番組はキングレコードの提供でお送りしました。